会議に間に合った。空いてる席はと、あそこだな。ん、あれは聖号騎士のレンリか。隣の席いいかな。え、うん、もちろんどうぞ。キリトさん。キリトでいいよ、よろしくな。じゃあキリト、よろしく。僕のこともレンリでいいよ。あ、よろしくな、レンリ。なんとなくだけど、雰囲気が少しユーシオに似てる気がするな。そういえばレンリは聖号騎士だったよな。うん、そうだけど、でも僕は。みんなちょっといいか。魔獣の討伐のため二人派遣したい。手が空いている奴はいるか。そういうことなら俺が行こうかな。キリトか。よし、一人は決まりだな。もう一人は。レンリー、もし空いてるなら一緒に行かないか。レンリー。いや、キリト、僕は。なんだ、やけにざわついてるけど。いや、お前さんは気にしなくていい。さて、レンリー、キリトからの指名だが、どうする？僕は…いえ、行きます。わかった。頼んだぜ。決まりだな。じゃあ準備をしてからもう一度集まろう。うん、わかった。また後で。ちょっとキリト、何してんのさ。キリト、とんでもないことをしましたね。何がだ？レンリッチのこと。あいつ全然戦えないんだよ。レンリッチ？ああ、レンリのことか。戦えないってどういうことだよ。前にレンリッチと一緒だったことあるんだけど、一回も攻撃しないでずっと棒立ち。本当に聖号騎士って感じだったんだから。そうなのか。本当に何も知らないんですね。騎士長のおっさんのことだから、キリト一人でも大丈夫だと判断したんだろうけどさ。せめて一緒に行く人の戦力くらい気にしたらどうですか。周りがざわついていたのはそのせいか。今からでも一緒に行く人を変えたらどうですか。でも本人が行くと言っていたしな。大丈夫だろ。はあ、キリトは気楽すぎだよ。まったく、どうなっても知りませんよ。よし、この辺りが獣の出没地域のはずだ。うん。ところで、レンリのその武器、面白い形をしてるな。2枚の刃がついてるのか。これは総翼陣だよ。投げて使うんだ。投げて使う。ブーメランみたいなものか。ブーメラン？いや、なんでもない。レンリは聖号騎士だから、それは陣器ってことだよな。うん、左と右の翼を失った2羽の身長が互いの体をつなぎ合わせて飛ぶ姿だっていう伝説があるんだ。へえ、2羽の身長か。一心同体の相棒同士みたいな感じかな。相棒か。ん、どうかしたか。いや、なんでもないよ。とにかくこの人気総翼人は本物なんだ。それに比べ僕は。魔獣のお出ましだな。俺が攻撃を受け止めるから、レンリは後ろから攻撃してくれるか。分かった。やっぱり無理だ。レンリ、いつもこうなんだ。敵を前にするとなぜか足がすくんで動けなくなる。こ
こうなると分かっていたのに。黙っていてごめん、キリト。そうだったのか。リネルとフィゼルの言った通りだったのか。となると、ここは一人でやるしかないか。レンリー、大丈夫だ。俺が行く。
調子がジェネレートサーバーエネルギーディスチャージ
倒したぞ。キリトは強いね。失敗作の僕とは比較にならないよ。あ、レンリー、失敗作ってどういうことだ？そのままの意味だよ。戦おうとすると何かが欠落したような気持ちになって、だから僕は整合騎士なのに戦えないんだ。それが失敗作でなくてなんだい。でも俺の誘いに乗ってくれたじゃないか。それは僕だってこのままは嫌だ。変わりたいんだ。だから来てみたものの、このありさまだよ。詳しいことはわからない。でも変わりたいという気持ちがあればきっと大丈夫さ。キリト、そんな風に言ってくれた人は今までいなかったから嬉しいよ。レンリ、危ない！何？もう一体いたのか？いや、それよりレンリ、今のは？うん、総翼陣を投げたんだ。でもとっさに体が動いただけで浅い傷しかつけられなかったみたいだ。いや、十分だよ。一緒に戦おう。体が動いてくれない。ごめんキリト、やっぱり無理みたいだ。わかった、大丈夫だ。一人でやるしかないか。